はい、どうも皆さんこんばんは、のろしのやよいです。こんばんは、夜明けです。地球防衛軍6、今日も通費からやっていきたいと思います。はい。ということで1週間ぶりぐらいなので、まあなんか大変だったなっていう記憶しかないんだけど、巨人って書いてあるね。機械の巨人。え、じゃあさっきのやつは巨人じゃないってこと？あ、さっきテストで動かしたやつ？うん、ラスケオちゃんじゃないってこと？そりゃね、テストで一番新しいのやりませんよ。うん、そうじゃなくて、巨人がラッキョウじゃないよねって言って聞きたかったんだな。まあさすがに別物なんじゃないですかね。うーん、さあなんか装備出たんだろうか。私は三段中、いやこれは前からあるな。あ、私あれ、昆虫持ってくわ。あー、バッタ？バッタ、長押しで起爆。あ、なるほど。あー、敵に発見されにくくする偽装。これはヨアちゃんわかんないぞ。ちょっと難解な武器ってことですか？そうだね。置いて忘れるよ、私。あ、置いた後に、もうワンアクション必要ってこと？そう、置いて、長押しで起動する。あー、なるほどね。うん、って感じ。持ってこなかったのね。持ってきたよ。あ、持っては来たの。あ、今行けば太陽仲間にできるよ。よし。マオブはさぜか最初から仲間です。厄介だな。大型は危険すぎます。だがやるしかない。大型。あ、これね、ほらバッタじゃない？これほらバッタだよ。ねほら見て、あ、いや見てるよ私も。違うの。まあ確かにバッタかもしれない。ボンってなんだこれ。昆虫クワガタ爆弾。クワガタ爆弾。間違えてバッタ置いちゃったん。ちょっとみんな離れてくんないと私みんなを殺しちゃう。あなたが離れないとみんなも離れないでしょ。なるほど。あれ何？難しいね。多分あれ敵なんだけど。なんかコロコロしてるんだよね。あれ何？びっくりした。あれ何？何あれ？なんか足湯してる。足湯？うん。あ、そういうこと？あの頭のとこしか見えてなかったからなんかダンゴムシみたいに見えてた。でかい。あー、なるほどですね。でも大型っていうからもっとでかいのかなと思ってたけど、ね、なんか恐竜くらいでかいのかと思った。なんかそう、もっと大きいのかなと思ったけどそうでもないね、うん、ただ硬いな。硬いですよ。もう多分5000も入れてないから。でも結構入れてるけど。あ、いった。うわ、痛い。まあ、でもなんかもう1体倒したね。うん。あ、OKOKOK。全然なんか大群で来られるよりいいかな。全然いいね。なんかその辺になんか部隊いない？ね、あそこ。仲間たち。剣誰？剣いつ誰？銃が撃てれば誰でもいい。本当か？
本当に？で、神兵って多分私たちのこと？あ、本当？そういう感じ？わかんない。でも一応歴戦の猛者扱いやぞ。行った。なんで？あ、いや、めっちゃ削れた。何？ヨウちゃんの身に何が起きたの？わかんない。私が聞きたい。何？何が起こったの？ちょっと後で動画で検証しましょうかね。お願いします。硬い。なんかすげえ、なんかめっちゃ、なんか弾幕みたいな飛んできてるんだけど、何あれ？なんかすごい、青だか紫だか。うわ、いった。光が、あ、ヨウちゃん死んでる。もしかしてあれ火力高い？あ、あいつやば、こいつやば。誰？ここからなんかこっちから弾幕張ってきてる。うわ、なんかすごい痛い。なんと硬いんじゃ。なんかすげえ音する。なんだこいつ、撃ってくんない？俺ちょっと遠いんだよね、そいつ。よいしょよいしょよいしょ。あ、降りた。あ、でもこの位置ちょっとまずいかも。どこ行っちゃった？ビルの裏。よっこいしょ。ほらー、はい、いけー。よし、はい、オッケー。わ、また来た。あの弾幕張るやつ本当に厄介だな。やばい、どうしよう。なんだろう、桜伝武が攻撃してくる。桜伝武、なんか昔のあのなんだっけ、あいつリロイだっけ。リロイ、あの足の長いやつを思い出すよね。あのなんかあのたまたまいっぱいつけてるあるね。そう、あの足からめちゃくちゃ玉飛ばしてくる、ね、あいつを思い出すな。そして硬い。硬い。5、6000ぐらいある？わかんないけど、なんかすごいしぶといね。これが大軍だったらちょっと泣いちゃうかもしれない。これ大軍はちょっとパスしたいね。あ、いっぱいいる。1、2、3、4、5。赤点見る限り5とか7ではないんで、もうちょっと食べるね。あー、なんだ、あれマザーシップじゃん。あれ空、見覚えのあるマザーシップか。どこピンが打てない。こっち側の上の方、ほら、あれ、あのリングに入ってってるのマザーシップじゃない？なんかね、すごいね、なんか紫色でちょっと分かんない。あ、もう進んでっちゃって、なんか見えづらくはなってるけど。うわー、いやー、とりあえずなんかまとめて相手にするのは危険すぎるけど、あれちょっとずつ釣れないよね、配置的に。あれ、帰っていってるんだよね。あ、新しく来てるわけじゃない。じゃあ、だからこの辺のやつら撃ちますね。確かここし、なんかあの、車線通りのこれ、いやだこれ、よし。あ、なんか弾幕張ってくるやつが2体いるな。いやー、壁、ここ登れないわ、どうしよう。よいしょ。あ、ちょっとやばいんだわこれ。よいしょ、はい。あ、ちょっとダメだよこの隙間は。うらわーい、それはダメ、危ない。負けた、私は死んでしまうぞ。打ち負けたってことね。打ち負けた、悔しい。
なんか奥の方で誰かが戦ってんのあれなんだ。よいしょ。やめて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 、私のライフはゼロ、私のライフはゼロ。まだゼロじゃない、頑張れる。隊長が来た。隊長、よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、一体倒しました。硬い、本当に。あ、もうなんだ、なんで今降りてきたの。よし、もう一体倒しました。いやー、桜テンプが来ない、来ない、おい、3体ゆあちゃんを助けに行くね。なんか楽しんでしまう。なんだこいつ、すげえ体勢になってんだ。なんだこれ。あ、私1しかない。ライフ1。ライフ1？ ライフ1。なんかもう敵がすげえ動きしてて、なんか狙いが定まらん。とんでもない動きしてる。おい。あ、ありがとう。その棒忘れません。はい。いや、今めっちゃ敵荒ぶってた。いや、大変だった。あ、デカ回復。拾ってください。本当、いただきます、いただきます。ありがたく。そしてその、そこのデカ回復が、服があるところで、敵の足だかなんかが残ってて、そしてあっちの敵はあれ、何と戦ってんのあれ。チビ回復残って。あ、向こうに味方いんのか。え、そうなの。あ、でも死んだ。わわ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 わ、なんか今ちょうど今全滅したっぽい。なんか今すごいみんなこっちに来たね。桜伝部がちょっと気になることがあるんですけど。はい。あ、マブはいるわ。マブじゃねえわ。またマブ行ったかと思ったってこと。またあいつ一人で体張ってたんかって思ったけど、そうでもなかった。あ、すごい、ぴょんぴょん跳ねてる、この爆弾。3、4体か。おー、当たらない。これはちょっと難しい。よし、行きます。よいしょ。難しい動きですね、バッタちゃん。バッタちゃん難しい。難しい。おやー、ナイフだね。いやー、本当に硬いな。なんか向けたらあともうちょっとみたいな気持ちになるのに、全然こいつそうでもないよね。全然そうでもないよね。向けたらもうちょっとどころではないよ、うん、向けてから本番だよ、うん、あ、やったー。いってもしかも回復、ちっちゃい回復2つ落ちたよ。ちっちゃいのでもいいから欲しいね。 なんかあれだね、あの桜伝武よりさ、あのゆっくり飛んでくる球の方がだいぶ痛いね。ゆっくり飛んでくる。2種類打ってくるじゃん。そうなの。そうなの。全然見てねえ、敵の攻撃を。なんか桜伝武しかちょっと見えてなかった。よいしょ。さあ、あと2体。みんな体力がカラフル。精鋭中の精鋭らしいですよ。誰が？私？わかんない、なんか誰かが今そう言ってた。なるほど。行っておいて。まあ、桜伝武の舞が。いていていて、なんだなんだなんだ。あ、なるほど、これ今この建物が壊れたか。やばーい。
やばいの？いや、まだ大丈夫。大丈夫。あ、届いてないんだけど。よし、行ってこい。ほらー。どこ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 。結構いいダメージは入ってんの？280。あー、なんか、使い勝手の割にって感じのダメージだね。うん。なんかすごいね、当てづらくて、なんかみんな自由なの、本当に。本当にみんな自由で、ぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ねて、あ、通りかかった時になんかスイッチを押していただければ、まあ、爆発しますわ、みたいな感じで、ってなる。気分屋さんにも程が入る。なるほどね。そして、この、なんだっけ、このでかいの？でかいの？こいつすごいあれだね、ビルとかのポリジョンに引っかかるね。鉄板？ん？鉄板？コペパン？コペパン？コリジョン。ポリジョンに引っかかる。なんかすごい、くるくる変な向き向いたり、ひっくり返ったりしてる。あ、そうなの？うん、暴れ回ってる。あれ？終わり？例の装置、いつ？レインの装置を破壊するって言ってるけど、何の話？教えて、マブ、マブ。あれ、あ、終わっちゃった。なんと。終わったー、やったー。サクッとでしたね。そうだね。でもなんだかんだで15分はちゃんとかかってるっていう。ロボットボム。虫がダメなら機械で行こうぜ。ってこと？ブラッドストームがアップしたぞ。よし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 。はい。はい。ということで、無事とりあえずミッションクリアしたのでね、うんうん、一旦ここで区切りたいと思います。はい。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。